今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは認知症の芸能人でございます。芸能人だって人間だし年を取るからな。昔は活躍していたが今は認知症だって人がいるのも当然の話だぜ。認知症って要するに物忘れなのかしら。私よくわかってないのよね。まずはそちらから説明しましょうか。では早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。認知症とは脳の病気であったり障害によって認知機能が低下し日常生活に支障が出てくる状態のことを言います。認知症っていう病気はないってことだな。認知機能って何？外部の知識を収集して記憶、それを推理や判断に使う機能のことだぜ。認知症にはいくつかの種類があり、最も多いのがアルツハイマー型認知症と呼ばれるもので、これは脳神経が変形して脳の一部が萎縮していく過程で起きるものですね。脳が縮んじゃうって聞くと、とっても恐ろしいわ。認知症の症状や程度は個人差がありますが、認知症の患者さんのほとんどに起きる、中核症状という症状があります。具体的にどんなものがあるんだ？新しい物事を覚えられない記憶障害、理解力の低下、自分の名前や居場所がわからない、見当識障害、昔はできていたことができない実行機能障害、判断力の低下ですね。本当に何もわからなくなっちゃうのね。治療したりできないのかしら？認知症というのは加齢による脳の萎縮をはじめとして、脳の構造に何かしらの損傷が出ている状態です。こうした脳の変化は不可逆的なもの、つまり戻すことはできません。戻らないっていうのが怖い話だよな。しかし、早めに発見し治療を開始することで進行を遅らせることは可能です。医療ってすごいのね。ひょっとしてこれから医療が発達していくと、治療できるようになったりするかもしれないわ。認知症はまだまだ解明されていませんから、もしかしたらそうなる未来が来るかもしれませんね。まだまだ解明されてないのに、かかっている人は多いイメージがあるぜ。歳を取れば取るほどかかりやすくなりますので、高齢化が社会問題になっている日本で認知症の方が増えるのは当然と言えるでしょう。2025年には65歳以上の人の5人に1人が認知症になると予測されています。かなり多くの人が認知症になると予測されているのね。芸能人だとどんな人がかかっているのかしら？少し前までは認知症は地方症と呼ばれ、患ったことを公表する人はほとんどいませんでしたが、最近は公表する人が増えていますね。数名ピックアップして紹介しましょう。やはり高齢の人が多いんだろうな。最初に紹介するのは、女優の南田陽子さんです。2009年に亡くなってしまったわ。認知症だったのね。南田さんは1933年3月1日、米国商のお父様と日本舞踊の先生をしていたお母様の間に生まれました。1952年に映画美女と盗賊でデビューを果たしています。70年も前の映画か。聞いたこともないって人が多そうだぜ。1961年には俳優の長戸博之さんと結婚し、長戸さんと共に京都放送の交通維持募金キャンペーンのメインパーソナリティを務めたり、バラエティ番組、CM、ドラマなどにも出演するなど多彩な活躍をしました。スター女優だったってことかしら？そうですね。しかし、南田さんは2006年にひっそりと女優業を引退しています。2006年には南田さんは73歳だな。ひょっとして認知症が原因なのか？はい。実は南田さんは引退する前の2004年頃からすでに認知症の症状が現れ始め、ドラマや映画のセリフが覚えられなくなってしまったんだとか。台本が覚えられないのは、女優としては致命的よね。2008年に長戸さんが徹子の部屋にゲスト出演した際、夫婦ともに親交があった黒柳徹子さんに、南田さんが認知症で要介護状態であることを、打ち明けたことで世間に知られることとなりました。長戸さんも打ち明けるのに勇気が必要だったかもしれないな。その後ドキュメンタリー番組で長戸さんと共に、認知症に立ち向かう南田さんの様子が放送されたのですが、長戸さんが南田さんを献身的に支える姿に感動した視聴者が多くいたんだとか。リアルタイムで南田さんが出演していたドラマを見ていた人からしたら、ちょっとショッキングな映像でもあったかもしれないわ。その番組のおよそ1年後の2009年10月17日、くも膜下出血が原因で、自宅で倒れ、その後意識が戻らず、76歳で帰らぬ人となってしまいました。長戸さんも辛かったと思うぜ。次に紹介するのは俳優、振付師として活躍した藤村俊二さんです。おろいさんの愛称で親しまれていた俳優さんよね。
元は舞踊家を目指していた藤村さんですが、ダンスの勉強のために巡ったイギリスや、フランスといった本場の芸の水準に驚いて、その道を断念し、帰国後に振付師に転向したという経歴を持っているのですよ。振付師に転向した藤村さんが、どうして俳優になったんだ？藤村さんがテレビ業界で活躍し始めた。1960年代にはまだスタッフの役割も明確に決められていたわけではなく、その場にいる人がエキストラとして出演することも珍しくなかったのです。藤村さんもまたエキストラとして活躍したってことかしら？そうですね。ただ、自分はあくまで裏方であるという意識が強かった藤村さんは、テレビに出演することを嫌い、ひょいとその場から消えてしまうことも珍しくありませんでした。だからおろいさんなんてあだ名がついたんだな。結局藤村さんは俳優になり、仕事嫌いだと言いながらもタレントという肩書きは、薄っぺらいと嫌いアクターを辞任して精力的に活動するようになります。お年を召してからはダンディな老紳士の役が似合う素敵な俳優さんだったわよね。藤村さんは2015年に自宅で倒れ、小脳出血の手術を受けてから入院生活が始まりました。実は医師から認知症という診断を下されたわけではないのですが、それに似た言動が出ることもあったんだとか。似た言動って、例えばどういうものだ？今日が何日かわからないという状態になることもしばしばあったようですね。また、入院していた病院の屋上でご子息に、ここがどこかわかる？と聞かれ、少し考えた藤村さんが、ハワイ。と答えたというエピソードもあるのです。病院とハワイを間違えることなんてあるかしら？入院していた病院の目の前が海だったんだとか、介護中だったご子息は思わず笑ってしまいました。介護を受けてリラックスできていたってことかもな。藤村さんは2017年に82歳で亡くなってしまいましたが、入院中も医師や看護師に囲まれて体操人気だったんだとか。認知機能が弱ってしまってからも、最後まで素敵なおじいさんだったのね。3人目に紹介するのは、小野陽子さんです。伝説的なロックバンド、ビートルズのボーカルを務めたジョン・レノンさんの奥さんだぜ。1933年2月に東京で生まれた小野さんは銀行員であったお父様の転勤に伴い、アメリカに住んだり日本に帰国したりと、忙しい少女時代を過ごしました。小さい頃からアメリカに住んだ経験があったのは知らなかったわ。1966年、ロンドンの個展でジョン・レノンさんと出会った小野さんは、その後結婚し、共に生活するようになります。レノンさんが亡くなったのが1980年だから、14年くらい夫婦生活をしていたんだな。小野、陽子と結婚したことで、ジョン・レノンの音楽性や人間性が変化し、他メンバーとの中に亀裂が入ったという見方があり、ビートルズを解散させた女として批判を受けることも少なくありませんね。その話はたまに聞くわね。でも、本当なのかしら？ビートルズのメンバーだったポール、マッカートニーさんは、ジョンは陽子と新しい人生を作ろうとしていたってことだよ。ジョンはずっと社会から自由になりたがっていたんだ。と小野さんと出会ったことでレノンさんに変化があったことは認めているものの、解散の責任が彼女にあったわけではないと答えています。レノンさんにとってはいい変化だったってことなのかもしれないぜ。最愛の夫を亡くしてから30年以上経過した2016年2月、小野さんがレビー小体型認知症と診断されていたことが発覚しました。レビー小体型認知症っていうのは？アルツハイマー型認知症に次いで2番目に多い認知症で、認知機能がいい時と悪い時の波がある、幻視や睡眠時の異常行動が見られることが特徴的な認知症ですね。幻視がある認知症なんてのもあるのね。現在は自力での歩行が難しくなり、車椅子で看護師と共に生活しているようです。たとえ認知症でなかったとしても、もう90手前のおばあさんだもんな。長生きしてほしいと思うぜ。次に行きましょう。4人目に紹介するのは、漫画家、タレントとして活動している恵比寿義和さんです。認知症になっていたこともそうだけど、そもそも漫画家だったのを知らなかったわ。芸能活動と並行していろんな漫画作品をたくさん発表しているんだ。ただ、どれも商業的には成功しなかったからタレントとしてのイメージが強い人が多いんだろうな。確かにヒット作は出していませんが、漫画評論家の呉智久さんの、現在漫画の全体像では手塚治虫さんや水木しげるさん、梅津和夫さんらと並んで評価されているのですよ。そんなに高い評価を受けているのにヒット作がないなんて不思議ね。俳優や舞台活動もこなし数多くのバラエティにも進出した恵比寿さんですが、2020年の夏に初期の認知症であると診断されています。恵比寿さんはどんな認知症なんだ？アルツハイマー型とレビー小体型、2つの認知症を併発しているようですね。そっか。
併発するってこともあるのね。自分の家の中でトイレの場所を探して迷子になってしまったり、蛇口をどちらにひねれば水が出るのかわからなくなってしまうこともあるんだとか。そこだけ聞いたらかなり大変そうに思えるが、エビスさんのマネージャーによれば、いろいろ忘れていることはありますが、ちょっと触りを言えばすぐに思い出して普通に話ができるので、僕もそんなに変化を感じていませんとのことです。今のところ何かを不便に感じているといったことはないようですね。割と普通に生活しているってこと？認知症って自分も家族もすごく大変な思いをするイメージだったわ。認知症と一言で言っても程度によって全然違うんだな。現在はテレビでの仕事量は減らしつつ本を書いて出版したりしているほか、私生活では普通にテレビを見たり、動画サイトで昔の自分の映像を見るなど穏やかな生活をしています。素敵な老後生活って感じね。認知症になってからは奥様と一緒に過ごす時間も増えたんだとか、奥様の好きな神社巡りに同行しているようです。夫婦の時間が増えるのはいいことだぜ。以前と変わらず生活できているのは、奥様やマネージャーさんが自分のことをよくわかっているし、いろいろ教えてくれるからだと語るエビスさんは、そばにいてくれてありがたいと語りました。胸が温かくなるエピソードね。できるだけ長くそんな生活が続くといいと思うわ。本日最後の紹介となるのが、声優の大山信代さんです。大山信代さんといえば、ドラえもんの声を長期間担当したことで有名だな。今の声優さんにバトンタッチしたのが2005年のことだから、もう17年も前になるのね。大山さんは幼い頃から声が特徴的で、この声が原因でいじめを受けていた経験もあるのですよ。それが国民的アニメの主人公の声になるんだから、人生ってわからないものだぜ。2005年に直腸癌が原因でドラえもんの役を降板してからも、公演などで多忙ではあったのですが、声優として再び姿を見せたのは、2010年のことでした。5年ぶりに演じたのは何だったかしら？ PSP 用ゲームソフト弾丸論破のモノクマ役ですね。懐かしいドラえもんボイスで演じられる悪役のボイスで世間を賑わせましたね。ドラえもんファンほど衝撃を受けたろうな。しかし、弾丸論破に出演する少し前の2008年、大山さんは目の前で鍋が、体気になっていても気づかないなどの異変が起きており、2012年にはアルツハイマー型認知症と診断されました。当時の大山さんはおいくつだったの？大山さんは1933年生まれですので、2012年時点で79歳ですね。これまた認知症になっても不思議じゃない年齢だな。夫である俳優の砂川圭介さんは、診断当初は、大山さんのイメージを壊さないようにと公表することはせず、自宅でこもっての介護生活を送っていました。誰にも言えない介護生活って、とても辛いんじゃないかしら。そうですね。2015年、妻を支えるためにはまず自分が元気にならなければいけない、と大山さんの認知症を公表しました。これで気持ちが楽になり、友人を交えて会食に出かけられるようにもなります。奥さんを大切にするのは素敵だけど、自分も大切にしないといけないぜ。2017年、砂川さんは亡くなりましたが、最後まで認知症の奥様のことを思い続けていたんだとか。大山さんを置いてこの世を去ってしまうことが心配だったのね。砂川さんは自分たち夫妻のマネージャーに工事を託しており、現在もマネージャーが老人ホームに通って大山さんの面倒を見ています。今も元気に過ごしているのか？はい。認知症は進行していますが、健康状態は非常に良く、合唱などの活動に取り組むなど他の入居者との交流を楽しんでいるようです。できるだけ長く元気でいてほしいわ。これで本日の紹介は終わりですが、いかがでしたか？なんだか物悲しい気持ちになるエピソードが多かったわね。今まで通りの生活ができないのは辛いことだと思ったぜ。でも、幸せに過ごしている人もいることが知れたのは良かったな。当然といえば当然ですが、やはり認知症になった芸能人の方は高齢の方が多いことが分かりましたね。ああ、今後医療が発展して、認知症のケアも変わっていくのでしょうか？期待したいところです。本日も閉店させていただきます。ミルでした。